ストレッチをい、ストレ、スト、ストレッチを医学に、結局それ。はい、金子ザラスでございます。今日はですね、ストレッチトレーナー学院というね、実はこういう僕、学校をやってるんですね。ストレッチトレーナーっていうトレーナーを養成する学校、僕らと同じように人をストレッチする技術、これを教える学校をやってるんです。そこで金子ストレッチテクニックを教えてるので、今日はですね、その案内をしようかなと思っております。実はもう5年ぐらいやってるんですけど、約500人の人たちが卒業してるんですよ。例えばマッサージの仕事してる方、パーソナルトレーナーの仕事してる方とか、多分全く未経験の主婦の方とか、この方そうだったかな、そういう方いっぱいいるんですよ。今どうでしょう、コロナという時ですから、皆さんご自分のこの先の将来のこととか、経済活動、お仕事ですよね、のこととか、ちょっと考えてらっしゃる方いると思うんです。声を大にして言いたいのは、これからはやっぱり手に職ですよ。その手に職がどんな仕事なのか、健康にまつわる手に職、これ一番強いと思うんですよね。とはいえ、じゃあどんなものが、いろんなものがね、整体とかアロマとかエステティックとか、いろんなものはあるので、迷ってる方いると思うんです。そこで僕は皆さんにおすすめしたいのは、そういうことを真面目に言わなきゃダメですよね。こういう時に皆さんにおすすめしたいのは、ストレッチの技術です。で、皆さん知ってると思うんですけど、僕一応ストレッチトレーナーという職業の中で国内で実績一番高いんです。それは単にお金が儲かってる、売り上げが儲かってるってことだけじゃないです。効果、知識、僕が皆さんにお伝えする伝達性ですね、要はきちんとした指導力ってことです。こういったものは実は僕業界で一番上手なのよ。人にストレッチをするって、パーソナルストレッチっていうのの学校ってね、ほとんど皆さんないと思うんですよ。いろいろ検索してもらえればいいと思うんですけど、僕以外のところは結構カタカナとかアルファベットで出しているようなストレッチトレーナーの学校あるけれども、私が一番上手、教えるの上手っていうかですね、まあ冗談抜きにして、きちんと科学的根拠をもとにストレッチの技術を教えられるのって、おそらく僕が一番実績はあると思うんですね。実際にこうやってストレッチの技術覚えたいなと思っている方いると思います。うちのストレッチトレーナーの学校、金子ストレッチのテクニックを教える、これ講師ね、実は僕しかいないんですよ。もちろんアシスタントの人間はいますけど、基本僕が全て教えてます。僕思ったんです、このコロナでね、やっぱりいろんな職業が淘汰されていて、これから先どうなるか分からない職業もあれば、不安を抱えている職業もあると思うんです。で、お勤めの会社っていうのはどうなるか分からない方もいらっしゃると思うんです。そこで僕思ったんです、僕らの仕事は手に職で、道具も使わなければ、何も仕入れなければ、そのもの自体が腐ったりなくなったりしないんです。自分で覚えてるから。この手に職をつけていただいて、しかもその内容が健康、体のことですよね。健康ってジャンルがこの世の中からなくなることって多分ないじゃないですか。いやー、俺全然健康なんて気にしなくなったんだよ。そうだよ、世の中に健康なんかいらねえよな。そんな時代は来ない。皆さん健康のこと、女性だったら美容のこと、非常に気になるじゃないですか。それが皆さんの体で技術が染み込む、これはね、本当にこの先将来的に、いやらしい言い方するとお金に困らないかもしれない。それはそういういやらしい意味だけじゃなくて、人の助けに必ずなるじゃないですか。人の健康、柔軟性とか、例えば痛いところ、肩こり、腰痛を解消するとか、そういったことが何の道具も仕入れもいらずに人に施すことができる。これね、ぜひ主婦の方、女性の方、おすすめしております。もちろん男性の方もですよ。僕は夢があって、大きな夢に向かって何かこういう技術を身につけられるという人は、今このコロナというピンチはもしかしたら皆さんの人生にとってのきっかけになることになってるかもしれない。ぜひ皆さんにこのストレッチトレーナーっていう資格、もしくは金子ストレッチのテクニック、これ僕教えますから。僕はこのテクニックで約20年そして業界のトップで来たわけです。ですから、これを皆さんに教えれば皆さんも活躍すること間違いなし。まずこのストレッチトレーナーという資格がドン、こちらは6ヶ月です。これで資格を私たちが発行するので、皆さんはこの資格を目指していただくというのが6ヶ月。6ヶ月といっても1ヶ月に3日間来るだけです。遠方の方もね、結構来てるよ。広島から通った人いるからね。あと福岡だ、福岋からも来ました。月に3日、これがストレッチトレーナー資格のコース。そしてもう一つ、金子ストレッチテクニック、要はストレッチする技術のみを学びに来る方、
これは例えば重精子の方とかもうトレーナーやってる方とか未経験の子ももちろんです。人の体を触って治す専門のコース、これは3ヶ月、これも1ヶ月3日だから9日間くれば皆さんはストレッチのプロになれるという金子ストレッチテクニックの3ヶ月のコース、そして今言った6ヶ月の資格と3ヶ月のテクニックをさらにこれをオンライン化させたものがあります。これが DMM のオンラインサロン、こちらの方ではこの技術を実際に目で見る、そして家に帰って確認する、もしくは地方だからなかなか来れないっていう人が DMM のオンラインの方でも学びます。ですから今日ご紹介したのは 1.DMM オンラインで学びます、2. 金子ストレッチテクニック3ヶ月で手に入ります、3. ストレッチトレーナー資格を活用していろんなご職業に次に発展できると思います。これが6ヶ月、1.2.3. こちらの3つ皆さんの人生に本当にプラスになると僕思うんですよね。これからは道具も例えば場所もそんなに条件を多く必要とせず、自分の知識と技術だけで収入が取れる、そして多くの人を喜ばせられるんであれば、その学びの時間は貴重です。それ僕がしっかり教えますので、ぜひこのストレッチトレーナー資格金子ストレッチのテクニックを学んでいただいて、これから皆さん活躍しましょう。今のお申し込みしたいなという方、こちらの LINE を登録していただいて、もう速攻でお名前とやる気をご連絡ください。金子正でした。それでは